Bonjour. Alors, je suis Yasumichi Morita. Watashi wa interior designer desu. Dozo. その前は歩いて5分のところに住んでて、たまたま日本の TV を見てて、でこの物件が出てて、で電話して、でここを借りたんですけども、で入ってきまして、いきなりベッドルームです。なぜ1階にベッドルームがあるかというと、毎日僕は好きなワインとシャンパンを飲みますので、酔っ払っちゃうと2階に上がれないので、1階に、ベッドルームを持ってきました。僕はすごい写真とアートが大好きなので、いろんな無名な人も有名な人もミックスで好きな写真をこういうふうに、飾ってます。でもほとんど、エロティックな写真ばっかりです。僕すごくタバコが好きなんですけども、でこの写真とか好きですし、この足だけに見えてるジャンルシーフっていうジャンルシーフのあれなんですが、この足だけとか、セクシーですけど、仕事はまあインテリアでもまあ2つあるんですね、タイプが。レジデンスとか住宅のお家の仕事と、あとパブリックエリア、バーとかレストランであったりホテルであったりっていう場合と両方あるんですけども、でも一番メインはレストランと料理とサービスで、最後にインテリア。だからインテリアが一番表舞台の主役ではなくて、実は3番目ぐらいのポイントだと思うんですね。あとはこちらでキッチン、小さなキッチンなんですけども、僕は独身なので、これぐらいの大きさで十分なんですが、あまり料理はしません。本当は料理が好きなんですけども、新しくここに引っ越したらキッチンが料理をする環境じゃなかったんですね。本当にプライベートの友達はここで飲んだりしますけども、大体みんな上のリビングに上がります。こちらです。この階段なんかも全部スワロスキーを貼ってますと。ここはリビングなんですけども、僕は自分でデザインを考えるときに、こういうそのフォトグラフィーとか、この
エリアの話でいうと、ここは僕にとってすごく便利なんですね。飛行場もすごく近くて、ここがタクシーで15分ぐらいで、あと銀座までタクシーで10分ぐらい、いつもよく西麻布六本木までも15分ぐらい、なかなか東京でもこういう場所ないんですよ。僕は自然、ネイチャーが大好き で水、グリーン、特に水が好きなんですね。でこういう景色っていうのは日本でも割と少ないんです。特に東京ではこういう場所はなかなかないんですよね。でこれが見つかった時にもうまずここに住みたいと思ったんですね。で水があるとすごく落ち着きます。すぐそこはもう海なので、なんかその水辺の動きっていうのはすごくクリエイティビティにはすごく高いと思います。というのも船っていうのは動くと水門がこう波紋がパーッとなりますよね。あれがすごく綺麗ですね。僕自身がその仕事の時も、プライベートの時もすごくデザインに一番大切なのはライティングだと思うんですね。そのライティングで大切なことで、プライベートでもこういうふうにオリジナルのライティングを作るんですが、これはジャパニーズアーティストの大谷隆二というジャパンではメジャーアーティストなんですけども、彼のグラフィックアートを使って、でシャンデリアというこのフィルターを使ってオリジナリティのあるシャンデリアを作りましたと。であまりにもこれ彼の仕事のために作ったんですけども、一つ僕はもらったんですね。もらったんだけども、こんな大きいの上から吊っても頭が当たっちゃうので、オリジナルでこのフレームを作って、で家に置いてみました。で僕の場合はその駅でもステーションですね、駅でもバーでもレストランでも人がきれいに見えるライティングっていうのをすごく大事にしますね。リピートしてもらう店っていうのが多分成功していく一番タイプのデザインとリンクされてることなのかなと思いますけどですね。基本的にはビジュアルアートと、ライティングがすごく大事ですね。一番大事なのはやっぱりこのテーブルか線ですね。あとこれも僕すごく好きで、このライティングもこのために作ったんですけども、アートのスカルプチャーとライティングというのが好きですね。最初こちらに引っ越してきた時に何もなかったんですね。で自分で全部この棚からライトから全部つけなきゃいけなくて、で入った時に何が足らないかなと思ったら、やっぱりこうすごくライティングを活かすものがなくて、であと本棚が全くなくて、こういうアートを入れる本ですよね。でも僕のそのクリエイティブに考える時にはあまり僕自身は建築の本とかあんまり見ないんです。どっちかというとファッションの写真とか本が好きなので、こういうものを見てアイデアをこうイメージを膨らます。だからアートとファッションというのが僕の仕事のすごく大事な、要素ですね。例えば普通何気なく絵は壁に描けるかもしれないけど、例えばテーブルにこうやってアートを置くといつでも好きなものがこう見れたりしますね。半パンダ、半分パンダで半分鹿なんです。その僕自身がそのインテリアデザインの学校にも行ったことないので、余計に思うかもしれないですけど、僕はもともとすごい洋服ファッションが大好きで、そのファッションが大好きだからその
L であったり Vogue であったりフィガロだったりロッシャルであったりそういう雑誌を見て僕は勉強したっていうかそのファッション の, あのモードあと時代性っていうのを取り組みながらデザインのディテールに落としていくっていうのが多分今でもそうだと思うんですけどもあと友達にもアーティストがいっぱいいるので友達のアートを結構買ったりしますねあれなんかはあの中山大輔のアートでこの間あのチャリティーオークションで買ったんですけどもブーブブリコっていうフランスのシャンパンがありますねブーブブリコの、イメージしたあのアートなんですけどもあの人はムーブグリコさんの上にこう星があるんですけども彼も友達のアーティストなんですけどねあとこれは千穂さんっていって日本人アーティストでは、皆さんみんなご存知の村上さん の, あの多分一番弟子になるあの方ですね、彼女ももう村上さんの次ぐらいに、まあ、やっぱりメジャーになりましたねすごいエロティックでしょキュートだけどエロティックですこの面はすごく日本的な感じもあるんですけどもすごいキュートですごいエロティックなんですねすごい可愛い感じなんですけどもよく見るとすごいエロティックな感じが大好きです本当女性が大好きなんでそういうなんか女性にまつわるもんばっかりありますけどここはプライベートの時間が出るとすぐバリ島に行ったり例えば温泉に行ったりすごい緑と水とあと火炎もうそれがすごい一番大好きですねだからこんな小さなお家ですけどもこの水が見えるっていうのはもうこの部屋のデザインよりも水が見えるってことの方が僕は大切ですねBonjour. Bienvenue. Je m'appelle Yoshiharu Tsukamoto, je suis architecte. Entrez, entrez. Ici, c'est la maison et atelier Bawa. Au lieu d'avoir pièces séparées, pièces fermées, on a produit plusieurs scènes d'occupation dans la maison. Week-end, tous les bâtiments deviennent la maison. C'est une bibliothèque.J'ai ramené ça de maison franco-japonaise à Tokyo quand c'était détruit et c'était dans la salle de projection de cinéma. On a utilisé pour pour WC, ouais, WC dedans. Un des caractères de ce bâtiment, c'est ces grands escaliers qui connectent différents niveaux.Relation
latérale entre deux niveaux, différents niveaux. Ça, c'est aussi le caractère de ce bâtiment. Il n'y a pas de séparation forte. C'est toujours articulé et doucement. Et c'est avec contact visuel et contact d'air, contact de son. Au lieu de décoration, on peut jouer avec lumière et l'air frais et mouvement de l'air dans le bâtiment, comme ça. Pour moi, c'est plus important. Pour faire architecture et pour faire espace habitable. Le palier est toujours un peu plus grand que normal. Donc on peut déposer des maquettes comme ça. Maintenant, c'est pas bien exposé, mais ça peut être une galerie, ça peut être salle de présentation. Pour la construction, ça faisait 6 mois. Mais pour faire le design, on a travaillé pendant un an et demi. Ici, c'est salle à manger et cuisine. C'est toujours dans la salle d'escalier. Ici, c'est salle de séjour. Mais en fait, c'est l'espace mélangé entre agence, à l'atelier et maison. On a acheté ça à Costa Rica dans le marché. Et c'est le tabouret pour des gens qui travaillent là. Donc là, on assoit comme ça et on vend des choses dans le marché. Ça, c'est aussi bien. Ça s'appelle le himo isu. Himo, c'est le corde, comme ça. Et c'était désigné juste après la Deuxième Guerre mondiale et par un designer japonais qui s'appelle le Riki Watanabe. Donc, ici, c'est le terrasse nord. C'est quand même dans le territoire de notre maison, mais en même temps, c'est partie de l'espace urbain de Tokyo. À partir d'ici, ça devient un peu plus privé. Ici, c'est la salle de TV et salle de musique. Donc, il n'y a pas de meubles. Et on s'assoit comme ça. Et on s'assoit comme ça. Ou on s'assoit comme un stade, petit stade. Donc, on peut regarder la Coupe du Monde à TV. Oh, c'est une petite salle, mais j'aimerais bien donner des temps. Cité. Ici, c'est petit bureau. Ici, on peut lire. Et aussi, on a toujours la vue sur le radar. Hein, radar. Ça, c'est la chambre, un peu comme grenier. Et avec grande vue comme Montmartre. Ici, c'est bien séparé de l'autre partie du bâtiment. C'est la seule salle qui est complètement fermée. C'est silence. Et petite fenêtre, comme ça. On a WC et salle de bain. Voilà. Avec skylight. Donc c'est presque dehors.
C'est, ça vient de Tchécoslovaquie. C'est la salle dernière. C'est trois jardins. Un peu de champ de légumes. Et on a des bâtiments un peu monumentaux comme le Pongi Hills là. Et Akasaka Prince et New Otani là. Et Shinjuku Metropolitan Government bâtiment est là. On a feu d'artifice là. C'est grand comme ça. Et on a beaucoup de monde sur le toit ici. Oui, c'était comme ça, ouais. Oh là là. C'est plein de gens comme ça. C'était amusant parce que chaque toit jardin de ce quartier est occupé par des gens. Ouais. Donc on peut dire ah bonjour comme ça, ouais. C'est le seul jour qu'on peut faire ça. Ce quartier, et on a beaucoup de temples et cimetières et donc c'est assez préservé comme structure de lieu. Oui, c'est assez fort contre l'invasion capitalistique. Parce qu'aujourd'hui, Tokyo, on a beaucoup de développement très grand qui rase l'histoire de la ville et qui change complètement la structure. はい、いらっしゃいませ。こんにちは、どうぞ。私はぬかがまりこと申します。東京でギャラリーをしております。港区の麻布というエリアです。初め家は遠かったんですけれども、この近くに住まないと忙しいので、ここはね、サロンになっておりまして、皆さんお客様いらしていただいた時には一度ここにおかけになっていただくところなんですけれども、これね、この私はここからお客様入っていらしたら真正面にこれが見えて、これもアーキテクト のアイデアなんですけれども、なんか宇宙にこう浮いてるようなね、棚だそうで、とっても気に入ってます。私はいつでもお客様をお招きするときにはどういうふうなテーブルコーディネートしようかなって考えるんですけれども、特に今日はこの絵に合わせて古い小伊万里の食器を飾ってみたんですね。
スなんかも普通のテーブルクロスはあんまり好きじゃないので、こういうものもあのカーテンの生地を使って作ってもらいました。これなんかもう普通の生地なんですけれども、ちょっとアクセントに、置いたら面白いかなと思ってやってみました。これなんかもう初めはすごく、コントラストが強いかなって思われるかもしれないけれども、この空間の中では白があったり黒があったり、まあ、こう混ざった白黒があったり、質の高いものがもちろん好きですが全部それを持ってくることも難しいので、でもいろんなものをやっぱりあのコンビネーションがこう私にとっては大事なので、色とか形とかですけど、このテーブルは初めどういうテーブルに置こうかすごく迷ったんですけれども、あのよくこういうゆっくりした落ち着いた椅子の時には低いテーブルがありますけれど、そうするとお茶をいただいたりする時にとってもいただきにくいので、特別にこれは高くしてもらいました。あの上にギャラリーがありますので、ここは内側ギャラリーなので、あの少し絵を飾っていらしたお客様に楽しんでいただくっていうスペースなんです。あのギャラリーの扉なんですけれども、なかなかここの扉をどういう扉にしたらいいかな、あの決めかねていたんですけれども、たまたまあの建築家がフランスに行ってとってもいい扉があったということでそれを真似したんですけども、メゾンドカレという、1世紀ぐらいの建物の、あの建物についてた扉だそうです。本質的にはきっとこの刺激のある都会が好きだと思います。でも特にここに住んでますとね、この麻布というエリアはあの都会の中でもこうおとなしい静かなところなんですね。考えられます、それはあの私は順応性があるので、そこに行ったらまたその自分の好きな空間をきっと作り出すと思いますし、でも東京じゃなかったらきっとパリとかロンドンとか歴史のあるところに、住んでみたいなと思いますね。日本は好きなんですけど、残念なのは建物がこうあまり綺麗じゃなくて、ここに飾ってある絵はあの先ほどのサロンにかけてあったあの私の義理の弟の絵です。これは下のあの階のあの絵と違ってですね、フレスコ画なんですね。お花を描いてありますけど、なんか沖縄の方のお花です。これはそうなんですけれども、お花はもういつも生のものをあの生けてますね。これは多分ちっちゃい時からお花を生けることが好きだったんですけれども、今はこれは人に頼んで生けてもらってるんです。そのお花もその家具とかいろんなものに合ってないとダメなんですねあとこれがとっても珍しいあのイタリアのポンペイの方から出土した井戸です。これテーブルに使ってますけど、あの外に見えるのが、多分ルネサンス期のイタリアの建物、どこか壁面についてた、このソファーはね、あのミンクでできてるんですよ。とっても座り心地もいいし、ちょっと縁がありましてうちに来ました。結局ある方が
オーダーしてヨーロッパで作らせたものらしいんですけれども、長いこと使ってなかったのね。それを私たちが譲り受けて今ここに置いてみましたら、ちょうどあのいい具合にあって、でこれがとても重たい椅子なので、ここに持ってくるテーブルがまた非常に難しかったんですけれども、これは漆で、できてるんです。このツルツルしたとことザラザラしたとこと両方とも漆で、こういうふうに互い違いになっているんですね。それでここがあの足が大理石、ソリッドの大理石ですね。こっちはアルミだからとっても重たい、100キロ以上。やっぱり日本って四季がありますから、あの周りの雰囲気が変わりますよね。夏は夏らしく、秋は秋らしく。そのあのちっちゃなお庭であの演出してもらうっていうことが私たちはあの大事だと思ってるのと同時に、それを本当にあのお庭をやってくれる方が作ってくれると嬉しくって、もう毎日毎日こう見たくなりますね。なんか景色ってやっぱりそれを見ることによって気持ちがあの高揚したり落ち着いたりするから大事だと思います。でお茶室があるものですが、お茶室の窓のところから綺麗にこう景色として見えるような室内にしたんですね。お茶室に入る前にここに待合があるんですよ。ここにちょっと座って、あそこにあの生けてあるお花をここでちょっと楽しむという場所です。ここがあの京都にある銀閣寺、その銀閣寺の中に道仁祭っていう部屋があるんですけれども、そこと同じように、作っていただいたお茶室です。ここの面だけは実際の銀閣寺では外に面していて、こちらがお庭なんですね。でもうちはここが壁なので、ここをこういう石を使って飾りました。これもとっても面白いモダンなあの雰囲気なので、あとこの掛け軸がねとっても難しそうで、今の私たちにはなかなか読めないんですけれども、あのこれは、中国の古い詩 の一節を日本 のお坊さんが書いたものですね。カリグラフィーですね。でなんか白い雲が、こう大きな石を抱いているっていうふうに書いてあるらしいんですけれども、なんか仙人のような人が山に入って遠くを見てみると、あのもう山の高いところだからこう白い雲が下の方に見えるっていうようなことを書いたものらしいです。では、もう一つお部屋をあの目にかけたいところがありますので、こちらにどうぞどうぞ入ってください。ここねとっても面白いあのデザインになってて、びっくりハウスみたいですね。私の家はクラシカルでもないしモダンでもないし、なんかいろんなものが混ざってると思います。一つ一つこう愛着のあるものをこう集めていくとこんな風になってしまったんじゃないかと思うんですけれども、あのもともと私がこうどんな色が好きって聞かれてもね、この色が好きって答えられないんですね。どうしてかっていうと、同じ赤でも隣に来る色が違う色だったら違う風に見えてしまうし、だからなんかコンビネーションがもともと好きなんだと思います。だから別にその何スタイルっていうことにこだわらないで、まあ一応これって決めたものがあったらその横に持ってくるのが置いて気持ちが悪かったらどけちゃうし、自分がこう
心地よく気持ちいいなと思ったものをこう置いていくような風にしてインテリアは考えてるんじゃないかなって今聞かれるとそういう風に思いますね。ここは39階で地上130メートルの高さなので、最初この家を買った時はもっと全然違う部屋の形をしていたんですが、扉を開けたらすぐその景色が目に入るような驚きがあるというか、一つエンターテインメントかもしれないですけど、開けた瞬間にわあ綺麗っていう、どうしてもそういう空間にしたくて、ナイトビューがすごく夜景が綺麗だということで全部ブラックにしてもらって、すごくこうナイトビューが綺麗になっています。ここがこの家のメインのリビングルーム、ここがそれについたダイニングルームになっています。家具は全部ここのインテリアデザイナーにグエナエル・ニコラさんに全て作ってもらったもので、この椅子とかも、ね、彼のデザインのものです。それでこのリビングにいっぱい壁が実はあったのですが、それを全部取り払ってもらって、こういう一つの空間にしてもらった。でその代わりこの壁がなくなってしまったので、そのゾーニングは、床のマテリアルでゾーニングを分けまして、リビングスペースはカーペットから、キッチンは、ね、タイル、ホワイトのタイルですね、からダイニングスペースは、ね、ブラウンのタイルから、エントランスは、ね、ライムストーンという形で、ね、床の素材で空間を分けていると。でここはキッチンです。ここも同じように、彼のデザインで、全てオリジナルデザインで作られています。ここはちょっと日本製の、ね、IHキッチンなんですけれども、ここも同じものなんですけれども、コリアンで作られたキッチンになっています。すごくシンプルなデザインが一番好きなので、ね、なるべくまあ、ここに置いてあるものもそうなんですけれども、シンプルにしてもらうということを心がけてみて、例えばここキッチンを見てもらうと分かるんですが、出っ張っているものが何もないんですね。全てこうフラットになっているというところが特徴です。このソファーはこの家のすごく特徴の一つなんですけれども、すごく大きいソファーなんですが、これは全てオリジナルでこの家の形に合わせて作ってもらったものです。すごく細かいんですけれども、ここのステッチとかもすごくこだわって作ったもので、ここでこう多くの人数でこうパーティーができるようにと思って、こういう形にしてもらいました。で実はこのソファーもグエナル・ニコラさんのデザインのプロダクトなんですけれども、やっぱりそういう空間にしたので、多くの人が来てキッチンで食事を作ってパーティーをやると、そういう多くの人が集まる、家が良かったんで、4人5人の時のスモールパーティーから、大きい時は15人とか20人近く来ることもありますけど、ここはチャイルドルームはですね、子供がここで遊んだりする場所です。まだちっちゃいんでこんな感じですけど、大きくなったらもっとベッドとか入れようと思っています。1階はリビングと、
チャイルドルーム、どっちかというとプライベート、パブリックなスペースなんですが、2階は、プライベートのスペースになっています。ここがマスターベッドルームで、ブラインドはゲストが来るときはこう下げていて、でプライベートのときは上げているようにします。この壁の白いラインがずっと向こうまで続いていて、から床がこのブラウンなんですね。でブラウンのラインがここまで続いていると。それでこのブラウンのラインに合わせてこのストーン石もブラウンになっているんです。でここの幅がちょうどこうなって、ここのラインもこうなっているんです。でここのホワイトとブラウンのコントラストがすごく印象的になるようにこだわって作ってもらいましたね。ここは朝目が覚めたらこの外の素晴らしい景色が見えるというなんですかね、本当それが楽しく、それが嬉しくてこういったデザインにしてもらいました、はい、本当に綺麗なんですよね朝は。でもまだこの家はまだ完成した家でないというか、これからどんどんこう住みながら作っていく。この家ではねやりたいことはねいっぱいありますよ。もちろんねこの空間にこう絵を描けたりとか、実はね隠れてるんですけど、上にねもうねニコラさんがねカーテンレールつけてくれてるんですよね。でそこから上からなんか吊るしたりとか、例えば椅子を買ってそこのキッチンのカウンターで朝食を食べたりとかね、今椅子ないんでそういうものを選んだりとか、なんかどんどん選んでいきたいなと思ってます、うん、まだねグリーンもないし、この家はここはねすごく人気があった家なので、実は契約したのはね3年前なんです。ですからまだ4ヶ月ぐらいですね住んで、まだ新しい家ですね。ここは、シャワールです。バスルーム、バスアップシャワーです。からここがパウダールームになっています。これもニコラさんのオリジナルデザインのシンクになっているんですけれども、これも下のキッチンと同じコーリアンで作ったジャグジーになっています。ペントハウスなんで空が見えます、ね、こう昼もすごく綺麗なんですけれども、正面に見えるのがお台場ですね。お台場から右の方はね羽田エアポートなんですけど、からお台場があって、左がこうレインボーブリッジがあって、ここは代表的な東京ベイなんですけれども、交通乗り物が全部見えるんです。ここ車があってバスもトラックもあるし、そこに新幹線が通ってるんですね。新幹線からあそこにゆりかもめっていうシャトルがあって、船があって、から飛行機も飛ぶので乗り物が全部見えるって、で東京が全部見えるっていうのがすごくここの、特徴っていうか、まあ一番の自慢ですかね。このアパートのすごい特徴なんですけれども、この、下の床から天井まで全部ガラスなんですね。ここは僕すごく好きなところなんですけれども、日本っていうのはすごく地震が多いので、普通のアパートメントっていうのは下か上に必ずビームがあるんですね。だけどここにはないんです。それはすごくだからこれは綺麗なビューが広がるんですが、その分ここは最新の構造建築になってて、この壁の中に実はクロスビームが通ってるんですけれども、それがあることでここには何もなく床から天井までガラスになってて、ですごく特徴のある東京ではすごく珍しいアパートメントです。こういうアパート多分東京はここだけかな、うん、多分ここだけだと思います。みんな揺れたって言ったんですけど、ここは揺れなかったです、はい、みんな驚くんですけど、ここは、ね、揺れないんですね。あんまり高いと揺れるじゃないですか。ここはねそういう構造ではなくて、こう高くても低くてもこう同じように揺れる、ゆっくり揺れるんです。だからあんまり揺れてるっていうことはわからないし、地震になった時でもこのコップのお水もあんま揺れないんですね。すごく珍しい建物です。
です。職業はインテリアデザイナーです。これから僕が東京を4つ、おすすめするスポットがあります。それはまず、1つは、六本木にありますオークドアというグランドハイアットにあるカフェです。ここは朝から夜までずっとやってるお店ですけども、とにかく東京のど真ん中なのにすごく空がいっぱい見えて、すごく気持ちいいカフェであり、オールデイダイニングです。デザイナーは、トニーチーという人がデザインしています。次には、カッパ橋、カッパ橋は、キッチンのキッチン用品がいっぱい売ってる一つのストリート街なんですね。でそこにはもう見たこともないようなキッチン用品が山のように売ってます。で結構何に使うんだろうっていう不思議なものがいっぱいあるんですけども、海外の方が来られてみるとすごく面白いものがいっぱい売ってると思います。で逆にそれをインテリアに使う人もいるかもしれません。六本木のバーですね。ドロップキックっていうバーなんですけども、普通のショットバーです。普通にチャージが普通のホテルのバーぐらいはないんで、すごくリーズナブルで、の音楽もすごく良くて、目印はですね、外に90センチパイのミラーボールが、店の入り口に回ってます。そこはすごく海外の人たちも大好きな、バーですね。でもう一つが、僕も一緒に仕事をさせてもらった、フランスでも有名なジョエル・ロブションの、シャトーというのがあります。ね、ジョエル・ロブションの、料理のラタウブルっていう1階がありまして、1階レストランがありまして、2階にシャトー・ジョエル・ロブション、すごいロブションの中でもすごくグレードの高いアッパーなレストランと、あとはルージュバーっていうのがあります。この3つのエリアが、すごく素敵な、フランスの方が日本に来てフランスが懐かしくなると多分来られるとすごくいいと思います。特にルージュバーなんかはバーだけでも利用できます。フランス人が、フランスにいるような感じがしてしまうようなスペースでしょう。ぜひ行ってください。